ここは綱敷天神社という、ここからスタートします。綱敷天神社、大阪市北区神山町という、神の山町、綱敷天神社、もうすぐそこですね。山口組直系はじめ会という、1、2回と書いて、はじめ会、山口組の直系、六代目山口直系組織のはじめ会の暴力団事務所に、取材に向かいたいと思います。ここを右に曲がると、普通の商店街、阪急東通り商店街になります。今朝なので人が少ないですね。北区神山町7という場所ですね。ここをずっと角にある大理石のまさに暴力団事務所ですね。ここですね。ここです。暴力団事務所の建築のポイントとして、本当に大理石、色が単一化されて、あと垂直なんですね、地面に。壁が壁面が垂直という。カメラもあります。株式会社。目的地は左側です。お疲れ様でした。こういうね、都会の一角にあります、ね、大阪府公安委員会から、暴力団などは抗争においてここには立ち寄ってはいけないと、使用してはいけないという工事命令があります、ね、角にもカメラがある。すごいですね。これがいわゆる六代目山口組、はじめ会と言われる暴力団の組事務所です。大阪府公安委員会から立ち寄ってはいけないという使用禁止命令が出ています。株式会社野村と言います。監視カメラがあるっていうのがやっぱ暴力団事務所の特徴です。これだけ大きなビルなんですね。これだけ大きな都会のあたりはマンションや、住宅地、これだけ大きなビルですね。すごい武闘派で資金力を豊富だと思います。六代目山口組の直系組織なんで、それだけ馬力になるという暴力団で事務所でございます。これも監視カメラですね。そしてこっちに回ってみましょうか。こうね、やっぱ都会の一角にあるっていう感じですよね。本当に周りは普通のマンションで、ここが組事務所、暴力団事務所の一角に。そしてここにも監視カメラがあって、もうね、暴力団事務所はね、大理石で壁が垂直なんですよね。もういかにも暴力団事務所という感じです。そして扉は鉄板ですね。こういう監視カメラがついて鉄板で、もちろんここにも大阪府公安委員会より立ち入ってはならないという、で、抗争事件などで使われると付近の住民が危ないと、治安がよろしくないということで、こういう風な形になっています。インターホンになっています。すごいですね。場所はここですね。こうね、朝だから落ち着いて撮影できますけども、できるだけ皆様は、僕は普通の企業ではない暴力団事務所なので、立ち入ったりとかしないように来てください。あくまでこう見るだけにしてください。こっち行くと、本当にほら、綺麗なマンションがあって、戸立ちがあって、おしゃれな、
美しい街並みが広がってますね。まあ、ちょっと、場所はこちらです。眩しいですね。ここが六代目山口組直系はじめ会という大阪市北区、神山町、まあ、いわゆるその銅山というのかな、梅田の繁華街から近いですね。本当に駐車場などありますけど、これだけ大きな、これだけ大きい。これね、ここだけじゃないですよ。上も見たらほら階層になってて、ご自宅があるような感じですよ。すごい立派な六段事務所ですね。まあ、独特でね、監視カメラがあって大理石で垂直で、まあこういう風な形で、まあ、できるだけ、一般の人は立ち入らないようにしてください。あくまでここは暴力団事務所で、大阪府公安委員会から立ち入り禁止の命令が出て張り紙をされています。そしてまあこういうね、普通のね駐車場とかもあって、確かに裏路地なんだよね。ここのなんか普通のご自宅があって、もうここ出たら普通の道でしょ。ここがほら上まで見るとすごいんですよ。すごい立派なんですよ。よし、でこっちからちょっと歩いていきましょうか。大阪市北区神山町ですね。隣には村山ビルというビルがありますね。こっちになんか飲み屋とかバーが少しあります。朝なので人は少ないです。こちらに、阪急東通り商店、こっちの方に歩いていきましょうかね。まあ、先ほどは千日前通りから来て空堀商店街に来ましたね。そしてここは北区神山町。北区というのは大阪で言えば、まあ、梅田というような場所ですね。ほら、お好み焼きや焼肉や、そして定番ですね、これが、まあ、いわゆる定番なんですけど、中華料理屋さんがありますね。この暴力団事務所の近くに必ず中華料理屋があるというね、セオリーがあるんですけど、このセオリー通りですね。まあ、ここは何の関係もないですけど、これ多分美味しいんじゃないでしょうか。暴力団事務所の近くには必ず中華料理がなぜかあるというね。そして風俗の無料案内、風俗街ですね。風俗街で、まあ、いろんな水商売の店があります。バーとかがあります。朝なので比較的人通りが少ないですね。東通り、林国館、大阪の特徴は激安自販機です。80円で買えています。だいたい140円ぐらいするものが80円で買えるので、こういう散歩とかするときには、回ったりとかするときには便利だと思います。激安の80円です。これで、まあ、ここで終わろう。ガールズパーティーという、多分ちょっと風俗関係だと思いますけれども、これで終わっちゃいます。